はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画は、私の動画ではおなじみのジャパンフェスが主催している日本食と日本のお酒のペアリングイベントの様子をお届けしたいと思います。ジャパンフェスはニューヨーク最大の日本食ストリートフェアを行っていますが、今回は屋内イベントということで、日本のお酒を取り入れるのは初めての試みです。今回は昼と夜の2回の開催で約1000人の若者が集まりました。今回の動画では夜の会の様子をお届けしたいと思います。日本人だけでなく、日本食好きのアメリカ人も多く集まり、日本の音楽を BGM に日本食と日本のお酒を楽しみました。今回お酒が提供されているということで、まずはお酒の紹介をしていきたいと思います。こちらのバーカウンターでは、沖縄のオリオンビール、霧島酒造の芋焼酎、赤霧島、黒霧島の2種類、松竹梅白壁蔵のスパークリング日本酒のミオ、そして日本でも話題になった日本酒の代表的なブランド、獺祭のニューヨーク工場で作られた獺祭ブルーが提供されていました。獺祭好きの私としては、今回獺祭ブルーを試せたのはとても嬉しかったですね。お客さんも日本酒のお酒を片手に楽しい時を過ごしていました。それではイベント開始の乾杯が行われますので、その様子をご覧ください。So it seems like all you guys here, everybody in the building, join us, we're gonna do a, we're gonna toast together, okay? Everybody get closer. 2024, let's do this! 3, 2, 1, cheers! Yes! Welcome to Japan Fest! Yes!皆さんそれぞれ日本食とお酒で楽しい時間を過ごされてますね。それでは今回出展されている日本食を紹介していきたいと思います。まず最初にジェトロからホタテのお寿司です。今までの動画でも登場しましたが、日本のホタテの海外輸出量を増やすためにプロモーションが行われています。私も一ついただきましたが、ホタテの甘みと濃厚な旨味は日本産ならではですね。続いて日本産のうなぎの輸出販売を行っている万楽です。ニューヨークでは中国産のうなぎが多く売られていて、日本産を手に入れるのは難しいのですが、皮まで柔らかく食べられるのは日本産ならではですね。そしてジャパンフェスでは定番の麺屋二郎のラーメンです。ニューヨークでもラーメンは定着していて、数多くのラーメン屋さんがある激戦区です。主流は豚骨ラーメンで、多くの豚骨ラーメン屋さんがあります。続いて日本スタイルのお弁当を作っている弁当も出店されていました。アメリカ人も多く並んでいますね。今回は焼きそば、枝豆、ポテトサラダ、唐揚げを一つのプレートに乗せた日本食セットを販売していました。少しずついろいろなものが食べられるのが好評でしたね。そして今回初めての出店だと思いますが、日本でも定食屋で有名な大戸屋が花寿司を販売していました。カンパチの押し寿司の上に食用の花びらを散らした可愛らしいお寿司です。カンパチの押し寿司はカンパチの甘みがよく出ていて、とても美味しかったです。日本食で今注目を浴びているのが和牛です。ニューヨークでは J スペックという会社が和牛の輸入販売を行っていますが、 A5 ランクの和牛が食べられるお店は少ないので貴重です。霜降りの牛串は油の甘みが上品でくどくなく、旨味が凝縮しているので、アメリカでの評価も今非常に高くなっています。最後にデザートでスフレパンケーキのソフトバイトです。ジャパンフェスでも定番の出店者さんですが、ふんわりとしたスフレパンケーキは甘さ控えめで、いろいろ食べた後のデザートには最高でした。ここで石川県からお越しいただいた工芸品の出店を紹介したいと思います。石川県は能登半島の地震で大きな被害を受けましたが、今復興に向けて大きく動き出しています。工芸品も経済的に打撃を受けているので、海外に目を向けて日本の工芸品を世界にアピールすることで新しいチャンスをつかもうとしています。地震のニュースはアメリカでも報じられてよく知られています。西川県をサポートする意味も含めて、多くのお客さんが工芸品を手に取っていました。一つ一つがとても繊細で美しく、インテリアとしても花があるので、購入している人も多かったようです。これからもぜひ頑張ってほしいと思います。
はい、いかがでしたでしょうか。普段はストリートフェアの様子をお届けしていますが、今回はちょっと変わって屋内イベントの様子をお届けいたしました。今回も昼と夜を合わせて約1000人の若者が集まって、日本食、そして日本酒、日本の工芸品を楽しんでいました。今回直接インタビューをすることはできませんでしたが、参加者全員とてもいい時間を過ごされていたようです。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。